い、皆さんこんにちは、ワネルのフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015スタープレイヤーモードの高橋由伸でのプレイですね、続きをしていきたいと思います。今回はですね、タイガースとの2連戦、続いて、広島との3連戦というところで、5連戦ですね、高橋由伸の、体調管理をしっかりしてですね、この5連戦も乗り切っていきたいと思います。タイガースの先発は岩崎ですね。一方のジャイアンツの方は菅野ですね。由伸は4番ライトスタメンです。今日の先発マスクは阿部が被ってますね。どうも阿部慎之助、相川、小林、この3人のキャッチャー、ちょっとね、このプロ野球スピリッツ上だと小林がマスクかぶってるのをちょっと見た記憶がないんで、相川と阿部が交互にで、相川がキャッチャーマスクかぶった時には阿部はなんて言うんでしょう、ベンチスタート、代打で出場みたいな形になっていて、一塁はもうアンダーソン固定のレギュラーですね。さあ、試合の方見ていきましょう。まずはタイガースの方ですね。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。タイガースの1番上本です。ワンボールから第2球、どういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。菅野投げた、これは2球目打ちました。ちょっとね、スタートがね、先頭バッターを出してしまいました。もしかしたら、いやでもちょっとな、難しいかな。スタートよく切っててもちょっと取れなかったですかね。さあ、1回の表、先頭ランナー出したもののタイガースを0点で抑えた菅野。変わって1回の裏、ジャイアンツの攻撃はノーアウトランナー2塁1塁、高橋がバッターボックス。立ち上がりの岩崎を攻めてます。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。カーブかな。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は6割2分5厘となっています。いや、随分と高い率ですね。ここもやってくれると思いますよ。ランナー1塁、得点圏にランナーいますよ。ここも低いか、ギリギリ外れてくれた。スローカーブ95キロですね。内角低めに外れて2ボール1ストライクから第4球目。次が4球目。うわ、打ち上げた。これは鳥谷が抑えてますね。ワンアウトランナー2塁1塁。由伸は倒れたんですが、ジャイアンツの方はですね、2点1回の裏に取って、さらに2回の裏もう1点取ってなおチャンスで由伸。非常に期待が持てると思いますね。このチャンスに期待がかかる高橋が打席に入っています。さあ、今度は何から投げてくるか岩崎。まずはストレート137キロ、やはりピンチになると初球ボール球から入ってきました。なるほど、そうですね、カーブをね、さっき多投してたイメージがあるので、カーブもね、頭に入れておきたいと思います。そのカーブかな、今のカーブになります。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。スラーブですね。さあ、何を選択してくるか。121キロ、さあ、2ボール1ストライクになってシッティングカウントになりましたよ。ここはゾーンを広げて狙っているでしょう、ね。抜けないか。なるほど、打ちました。抜けなかったか。当たりはね、芯で捉えた感触があったんですけどね。セカンド正面。由伸の第3打席前は4回の裏、2アウトランナーなしですね。2点リードの場面です。打撃好調と言っていいですよね。これは初球ですね。チェンジアップかな。ライト前ヒット。4試合連続安打、2アウトランナー1塁。
は2点を取り合ってますが、結果点差は開いて3点リードで由伸第4打席目。6回の裏ノーアウトランナーなし、ピッチャーは石崎に代わります。投手データ石崎初めてだと思うので確認させてください。ストレート151キロ、これはもうストレート1本で待って良さそうですね。チーム全体が乗ってきますからね。そのストレートですね、146キロストレート内角です。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、重中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。岩崎のスラーブの残像が残ってたのか、ちょっと振り遅れてしまいました。あー、打ち上げた。これはどうかな。ファールゾーン追いつくか。よし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 、ファール、わずかに右に切りました。ファールボール、甘いところには投げてこないですね。際どいコース外れました。抵抗カウントになって第5球目、ここまで全球ストレート。うわー、最後もストレートに当たりません。三振、ワンアウトです。ストレート待ってて打てないストレートってなかなかこの石崎のストレートキレありますね。バッターボックスは4番安藤優也に変わってますね。この負け試合ほぼ確定という場面で安藤を出してくるんだ。ただ安藤も、まあ、2、3年前までの安定感というかね、キレというかね、威圧感というか、なんかそういったものはないものの、ただストレートにしろスライダーにしろシュートにしろコントロールはすごくいいですね。持ち球も多彩です。これが初球、まずはスライダーから入ってきました。初球ボール、さあ2球目は、さあ2球目は何か、フォークか、あそこは手が出ないでしょうね。ここは打てない、さあ第3球目、おお、これはシュートかな。ファールボール、フォークボールだと思いますね。今5球目は何で来るか、インコース落としました。続けてフォーク、第6球目、何投げてくるか。さあ仕留められるか。ここもフォークですね。3球続けてフォーク、フルカウントになって第7球目、まだストレートを投げてない。これもフォークボールですね。フォアボールですね。このボールは外れてフォアボール、ワンアウトから。吉信の方はもう退いて、試合の方も4対10という、まあ、10対4ですか。試合を制したのは読売ジャイアンツです。小宮山さん、エースの先発だったんです。タイガース、岩崎に負けをつけさせました。井端が1号ホームラン打ってるんですね、今回はね。ストレート150キロ、キレ A、 コントロール B、 いいですね。ただ負けてしまったと。さあ、その他の試合結果はご覧の通りです。広島カープ、ドラゴンズがセントラルでは勝ってますね。パリーグの方は東北楽天イーグルスとファイターズ、それとオリックスが勝ってますね。
阪神との第2戦目はですね、相手の先発投手は去年の最多勝投手のメッセンジャー、一方のジャイアンツの方は宇都宮です。さあ試合の方を見ていきましょう。東京ドームからお伝えしてまいります。ジャイアンツとタイガースの第8回戦です。読売ジャイアンツ対阪神タイガースの8回戦です。まず1回の表ですね。今日の1番バッタータイガースは誰だ。まずはジャイアンツの先発宇都宮が東京ドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。前回の試合は上本がねライト前ヒット打ってきましたからね。今回はただ井端の守備範囲ですね。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。1回の表無難に立ち上がったようです。一方メッセンジャー、ツーアウトランナー二塁です。吉信、さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。まあこういったチャンスには期待が持てるバッターですね。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。メッセンジャーまず1球目何投げてる、ね、ストレート、インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、センターほぼ定位置っていうような、ね、場所でしたけど、さあこれが先ほどのプレーになります。低めの難しいボールでしたね。まあバットの芯の付近では打ったんですけどね。今日は投手戦になってる模様です。0対0で4回の裏、ただノーアウトランナー1塁、ノーアウトのランナーを出してるメッセンジャー。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。これは何だろう、動くボール、フォークかチェンジアップか。ランナーを1塁に置いています。154キロのストレート、低めの際どいところですが外れています。低めのところにきっちりボール集めてきてるな、メッセンジャー。あれ黙ってついてますけど、ここは併殺だけは避けたいですね。 SF ですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。さあ2ボール1ストライク、ノーアウトランナー1塁、一発狙ってもいい場面。4球目は何で来るか、走ってきた、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。いいスタートしてましたよ。点圏にランナーが進んで、この盗塁大きいですね。どうだ、これ入るか、入るか、入ったー、ホームラン、第21号ツーランホームラン。先手を取る一発、今シーズン第21号の高めに浮いたストレートだと思います。卓球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ストライクを取りに来たところ見事に捉えましたね。頼れる4番の一振りでした。投手の好投に応えます。高めのストレート、はい、気持ちのいい一発でしたね。2点先制、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。さあ5回の裏、ワンアウトランナー1塁、マウンド上はメッセンジャーが投げてます。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。まずは落ちるボールから入ってきましたね。一塁ランナーは井端、これはストレートでしたが、改めてお聞きします、ちょっと合わなかった。どうだ、高橋どういうバッティング打ちました。これは福留の守備範囲内ですね。ストレートでした。2アウトランナー1塁と変わります。お、2アウトランナー3塁1塁、ピンチの場面ですね。1点
返されて、打順は8番なおピンチという場面で守備機会です。1点まで迫られ、なおも得点圏に同点のランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。空振り三振、リズムが1点でしのぎました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。お、再びのピンチですね。ツーアウトランナー三塁一塁。ここで新井亮太、ここで長打力のあるバッターを迎えています。彼ならホームランで一気に逆転ということもありえますからね。なるほど、そうですね。まあただ彼はこういう場面でギアを上げられるピッチャーですから、抑えてくれるんじゃないですかね。お、坂本が自分でベースを踏んでスリーアウト。山口ストレートですかね。リプレイでご覧いただいております。いやでも坂本もいいところ守ってましたね。打球は強い当たりだったんで。さあ最少得点差1点リードでタイガース、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは高宮。さあマウンドを任されたのは高宮の投手データ確認しましょう。スコアラーさんお願いします。ストレート145キロにスクリュースラーブフォークと。なるほど、スクリュースラーブっていうちょっとね打ちにくいボール持ってますね。さあ初球は、うわー打ち上げた、インコースストレートだ。ここはフライになっています。ちょっとスクリュースラーブが頭にありすぎたな。ちゃんと球をね絞って待つべきでしたね。少なくともファーストストライクに関しては。7番福留、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。タイガースランナーはなくなっています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。これはどうだ、長野が抑えてます。外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。勝てるといいですね。なんとか逃げ切りました。今日は吉野部ヒーローじゃないの。1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足してないですね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね本当に満足して吉野部ですよね。遠目なんでちょっと分かりづらいですけど、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。決勝のツーランホームラン。一方のタイガースですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を。今日は決勝のツーランホームラン、メッセンジャーから打ちました。マキタがしっかり試合を作ったと。ライオンズのマキタ、ただ試合では負けてしまったと。それでもキャッチアップされるんだ、フューチャーされるんですね。さあ、セリーグの試合結果はヤクルト、ベイスターズ、 DeNA が勝って、パリーグの方は楽天、ファイターズ、オリックスが勝ってます。というわけで今回はタイガースとの2連戦をお届けをしました。次回はですね、広島との3連戦をお届けしていきたいと思いますが、長次郎が現れたんでこのイベントまでやって終わりにしたいと思います。長次郎ってよく吉信と会うよな。お、次回は黒田ですね。ついに、黒田と対戦ということになりますが、その様子は次回お届けしたいと思います。今回はここまで。